台北陸上競技場は台湾台北市松山区にある陸上競技場。球技場としても使用される。施設は台北市が所有し、台北市体育処が運営管理を行っている。当競技場は400メートルトラックと300メートルサブレーンを持つ総合陸上競技場である。以前当地には1956年完成し、16000人収容の台北市立体育場があり、主に陸上競技、サッカー大会に使用されていた。2009年夏季デフリンピック開催のために競技場の建て替えを決定。新競技場は観衆2万人収容可能となり、デフリンピックの開会、閉会式、陸上競技及びサッカー競技が開催された。標準的な陸上練習場で、サッカーの練習場としての使用も可能である。建て替え後の台北陸上競技場は IAAF のクラス1認定を受けた競技場で2009年6月15日竣工、2009年7月23日供用開始。また2010年からインターシティフットボールリーグの開催地の一つとなり、2017年には夏季ユニバーシアードを開催した。補助競技場が敦化北路と八徳路の交差点脇にあり、当競技場と付近の松山スポーツセンター、台北小ドーム、台北体育館を合わせて、台北体育園区と呼んでいる。ありがとうございます。